衝撃、驚くほど小さい世界最小の動物6000。こんにちは、いつもご視聴ありがとうございます。今回は様々な種別ごとに最も小さな種をご紹介します。世界最小のコウモリ、キティブタバナコウモリ。世界最小のかなり珍しいコウモリで、体長は 2.9 から 3.3 センチメートル。翼を広げた時の大きさは15から17センチメートルほどで、哺乳類の中でも1、2を争う小ささです。生息数が減少傾向で、絶滅の危険性が高い希求種に指定されています。タイやブルネイ南東部の鍾乳洞で100匹以上の群れを作って暮らし、夕方になると一斉に洞穴から飛び出し、餌の昆虫を捕まえに行きます。世界最小の鳥類、マメハチドリ。キューバに生息しているハチドリの仲間で、オスの全長は平均 5.7 センチメートル、体重は平均で 1.6 グラムしかありません。メスはオスよりもわずかに大きくなります。鋭く長いくちばしは鼻の奥深くへと入り込むのに適しており、それゆえ過密が主な食料となっています。また、マメハチドリは1日に1500以上の花を訪れることもあり、植物の繁殖になくてはならない存在です。世界最小のカエル、パエドフリン・アマウンシス。体長 7.7 ミリメートルの世界最小のカエルです。パプアニューギニアで2009年に発見された新種で、無脊椎動物の中でも最も小さいとされています。この種は森の中で落ち葉などに擬態して外敵から逃れ、ダニなどの小さな生物を食べて暮らしているんだとか。世界最小の爬虫類、ミクロヒメカメレオン。生態でも最大 2.9 センチメートルまでしか成長しないカメレオンの仲間で、2012年にマダガスカルの森で発見されたばかりの新種です。オスは平均全長が 1.6 センチメートル、メスはオスよりも大きく全長 2.9 センチメートルになります。この種の生態はあまり分かっていませんが、日中は落ち葉の中で過ごし、夜になると木の枝に登って眠りにつく生活を送っているようです。世界最小の哺乳類、コビトジャコウネズミ。体重がたった 1.8 グラムしかない、とても小さなトガリネズミで、世界最小の哺乳類です。全長は尻尾を含めて4センチメートルほど。とても俊敏で、起きている間は常に動いているので、エネルギー消費量が多く、1日に自分の体重の 1.5 から2倍量の餌を食べなければなりません。世界最小の動物、クマムシ。クマムシは8本足の水の中にいる動物で、大きさは平均して 0.3 から 0.5 ミリメートルで、最も大きいものだと 1.2 ミリメートルほどになります。この種は最強の動物とも言われており、例えば次のような環境でも死ぬことがありません。マイナス272度の極寒地帯、150度の高温地帯、人間が死に至る100倍の放射線が降り注ぐ地帯、宇宙空間、30年以上水や食料なし。このように極めて厳しい環境の中でも生存することが可能です。それゆえクマムシは地球上のあらゆる場所に生息し、例えば標高6000メートル以上のヒマラヤ山脈や水深4000メートル以下の深海、北極、南極から赤道地域まで広く分布しています。ご視聴ありがとうございました。よろしければご登録お願いいたします。